にちは。今日は松山港に大型クルーズが来るということで今から見に行っています。この看板も愛媛県が設置しました。魅力とは何ですか？魅力とはですね、こういう岸壁を整備することで大型の客船が来てくれます。基地を整備するというわけではだけではなく、大勢の観光客が松山に来てくれます。で、地域の振興になること、これがクルーズの魅力だと思います。初めて今日クルーズ船を見てどうでしたか？こんなに大きいと思いませんでした。松山がますます盛り上がりますね。